あれは昨日の夜の出来事。遅くまでの作業のせいか、僕はうっかり眠ってしまっていた。その時だったのだろう。何者かが編集室に侵入し、完成したテープを奪っていったんだ。プロデューサーからの電話で目を覚ました僕が、VTR のチェックをしようとしたその時。なんだこれ。私の家に隠していますよ。見つけられるものなら。見つけてみたら。そこには書き換えられたテープと犯人からのメッセージだけが残されていたんだ。突然奪われた仙台いろは増刊号のマスターテープ、落書きと名乗る謎の人物の正体とは。事件の鍵を握る出演者たち、会場内に散らばる謎や暗号を解き明かし、マスターテープを奪還せよ。野村不動産プレゼンツ、仙台いろは消えたマスターテープの謎。大ピンチのいろはを助けてください。